俺は父が再婚した母が大嫌いだった。急にやってきて、急に母親ずらしてきて。ふざけれない。俺の母ちゃんは俺が3歳の頃に死んじまった母ちゃんだけだ。父ちゃんも父ちゃんだ。何変な奴連れてきてるんだよ。当時俺は反抗期でやんちゃしてたのもあって余計に反発した。何？慣れ慣れしく話しかけてこないでくんない？心配だから帰ってこない日は連絡入れてほしい。はぁ？心配される筋合いが全く持ってないんだけど。俺がいつ帰ってこようが俺の自由じゃん。それとも何？最近この家に来たばっかの奴が俺に逆らうの？でも先生からも学校来てないって連絡来たし。なあ、もうガタガタうるせえな。お前には関係ないだろ、このエセ母ちゃん。俺はずっとそんな調子だった。エセ母ちゃんもまだ俺に気を使ってる様子だったから深くは言い返してこなかった。そこにつけ込んだ俺はますます言うことなんて聞かなくなった。父ちゃんはもともと出張が多くて家にいないことが多かったし、何の問題もなかった。この調子でひどい目に遭わせて、いつかこの家から追い出してやる。ある日、俺が久々に行った学校で同級生を殴った。肩をぶつけてきたくせに謝ってこなかったからだ。どいつもこいつも弱いくせに生意気なんだよ。先生に捕まった俺が職員室で半ば強引に尋問されていると、職員室にエセ母ちゃんが飛んできた。いかにも家から走ってきたという様子で、服もヨレヨレ、息も切らして大量の汗をかいていた。出た出た、何の用ですか？そんなみっともない格好で学校に来るなよ。どうせ先生から連絡が来て仕方なくやってきたんだろう。ムカつくな。本当は俺のことなんてどうでもいいくせに、父ちゃんのための点数稼ぎに必死か？何回も言うけど、お前は俺の保護者じゃねえよ。俺は椅子から立ち上がり、エセ母ちゃんを茶化すように近づこうとした。すると次の瞬間、俺は思い切り頬を叩かれた。突然のあまり、受け身も取れずに吹っ飛んだ。何が起きたんだ？ぼやけた視界の向こうで、エセ母ちゃんがこちらを見下ろしながら言った。私のことは何て言ってもいい。でも母として、人を傷つけるのは許せない。しんと静まり返る職員室。俺もあっけに取られて何も言えなかった。先生は必死に母のことを止めていた。親から、母という存在から殴られたのは初めてのことだった。これが喧嘩だったら、俺はすぐに立ち上がって殴り返していた。なのに立てない。俺より弱いくせに、なのに殴り返せない。叩かれた頬がじんじんと痛む。泣きながらこちらを睨み続けるエセ母ちゃん。俺はなぜか目も合わせられなかった。なんだか、心の奥まで見透かされそうな気がして。そして、先生からもこっぴどく怒られた後で、エセ母ちゃんと二人で歩いた帰り道。しばらくの無言の後で、突然。そういえば、初めて人叩いちゃった。と笑って、真っ赤に腫れた手のひらを見せてきた。俺はなんだか、不意に胸に込み上げるものがあって言った。ごめん。さっきのことも、今までのことも、本当にごめんな。母ちゃん。いいよ。母ちゃんって呼んでくれてありがとう。顔を上げると母ちゃんは、ボロボロと涙を流していた。夕焼けに照らされた母ちゃんの涙が、妙に綺麗だった。気がつくと俺も泣いていた。拭いても拭いても、涙が止まらなかった。勘違いしてほしくないが、これは夕日が眩しかっただけだ。ただただ、俺の目に映る景色が、眩しかっただけなんだ。